苦労を重ねた不遇の時代、一体どうやって解放された？戦国、人質から復活した武将五選。戦国時代には様々な厳しい習慣があったようです。自らの身内を差し出す人質もそのうちの一つでした。実家が裏切ったり状況が変われば殺されても文句は言えません。また実際に殺されてしまった人質も少なくないのです。そんな中、人質の身分から解放されて復活した武将もいます。苦難の思いをした人だからこそその経験を生かすことができたのでしょう。今回もまた5人の武将たちを紹介していきますね。信長に殺されかけるも復活、石田三成との不思議な縁とは。黒田長政。戦国の最強軍師こと黒田官兵衛を父に持ち、福岡52万石の藩祖となった黒田長政ですが、幼い頃には人質として織田信長に預けられていました。黒田官兵衛は播磨の小寺政元に仕える家老でしたが、早くから信長の実力を認めていたといいます。本来なら政元の息子が人質になるところですが、病弱ということもあり、長寿丸、後の長政に白羽の矢が立ったのです。長寿丸は羽柴秀吉の居城長浜城に預けられ、秀吉と尾根から我が子のように可愛がられました。ところが長寿丸は思わぬ運命に直面するのです。それは天正6年1578年、摂津の荒木村重が信長を裏切り、有岡城にこもって反旗を翻したからです。信長の重臣が説得するもますます反抗するばかり。そこで村重の旧知である官兵衛が城へ乗り込んで説得しようと試みたのです。ところがあろうことか官兵衛は捕らわれの身となり、城内に幽閉されてしまいます。信長は待てど暮らせど官兵衛からの知らせがないのを怪しみ、とうとう怒りを爆発させました。きっと官兵衛めは荒木と同心したに違いない。これは裏切りじゃ。預かっている長寿丸を今すぐ殺せ。非常な信長の命令を受けた羽柴秀吉は困惑しました。そして竹中半兵衛に相談するのです。半兵衛、いかがしたものであろうか。官兵衛が裏切るとは到底思えません。おそらく有岡城で不測の事態が起こったのでしょう。長寿丸を決して殺してはなりません。ではどうすればよい。それがしに考えがあります。とりあえず処刑したことにして首は差し出しましょう。それから長寿丸の身柄はそれがしが預かりまする。こうして長寿丸の代わりに病死した別の少年の首が信長へ届けられました。この時に同行したのが後の石田三成こと佐吉です。信長は首を見るなり佐吉に問いかけました。佐吉とやら、この首は長寿丸のもので間違いないか。はは、そういございません。本当に間違いないのだな。信長が念を押すと佐吉は動じることなく答えます。長寿丸は共に長浜城で過ごした間柄、間違えるはずもございません。信長はそうかと納得し、佐吉は使者の役目を果たしたと言います。一方、長寿丸の身柄は半兵衛が領する美濃岩手にありました。居城の菩提山城ではすぐに所在が分かってしまうため、重臣の不破弥太が預かることになったのです。長寿丸はわざと女装しお松と名乗っていたとも。しかしいつまでも隠し通せるものではありません。さらに長寿丸の身柄を別の場所に移すことになりました。次にかくまわれたのが秀吉の家臣となっていた佐吉の父石田正次の屋敷でした。こうして長寿丸の存在は隠し通され、やがて有岡城の落城に伴って官兵衛が救出されます。官兵衛は息子の命を助けてくれた半兵衛に感謝しますが、すでに半兵衛は亡くなった後でした。時は移って慶長5年
1600年の関ヶ原の戦いが始まりました。石田三成は西軍を急合して徳川家康に挑戦するものの不運拙く敗れてしまいます。やがて三成は捕獲されて大津城まで護送され、その城門前で晒し者となったのです。東軍諸将が三成を口汚く罵る中、黒田長政だけは違いました。三成のそばへ行くと優しく語りかけたのです。勝敗は時の常とはいえ、貴殿がこのような境遇になろうとはさぞやご無念でござろう。自ら羽織っていた陣羽織をそっと三成に着せたといいます。その優しさに三成も思わず涙したとか。確かに長政にとって三成は憎い敵ですが、少年の頃石田親子に命を助けてもらった恩を忘れてはいなかったのでしょう。非情な祖父に売り飛ばされた壮絶人生、徳川家康。徳川家康が幼少の頃、今川家の人質になったことは皆さんよくご存知でしょう。ところが実の祖父によって売り飛ばされたとしたらどうでしょう。これは実際にあったお話なのです。家康の祖父清康の頃、三河の国で大きな勢力を持っていた松平家、後の徳川家ですが、清康が不慮の死を遂げるとその屋台骨は崩壊していきます。後を継いだ広忠はまだ幼く、身内の反乱もあって逃亡する有様でした。そこで駿河遠江を支配していた隣国の今川義元に支援を委ねるのです。今川の影響力が強まるものの、なんとか国を立て直した広忠は、ついで水野忠政の娘お大を妻に迎えました。やがてお大との間に嫡男が誕生します。これが後の家康こと竹千代でした。しかし水野家の後を継いだ信元は方針を180度変え、広忠を敵とみなしたのです。こうなるとお大がいる場所はありません。広忠と離縁させられ、水野家へ戻らざるを得ませんでした。それから後広忠は5歳を迎えます。それが渥美半島一帯に勢力を持つ戸田安光の娘牧姫でした。当時の松平家は尾張の織田信秀から圧迫を受けており、今川家の支援がなければ立ち行かない状況です。そこで広忠はさらなる援助を求めました。ところが今川義元は快く了承するものの、ある条件を出してきたのです。それが竹千代を駿府へ送ることというものでした。広忠にとって断れるものではありません。人質の条件を丸呑みし、竹千代を差し出す決心をしたのです。駿府へ向かうには戸田康光の領地を通ることになりますが、康光もまた竹千代一行を送り届けることを承知します。しかしすでに織田に寝返るつもりだった康光は北総へ見ました。これは良い手土産が手に入ったものじゃ。織田殿も喜ばれよ。竹千代一行はおいつの浜から船で駿府へ向かう手はずになっていましたが、なんと船が逆方向へ進むではありませんか。おい船頭、これでは方向が違う。早く引き返せ。いいえ、こちらで間違いありません。そっちへ向かうと終わりじゃ。敵のもとへ向かうと申すか。実は織田家の家臣が船頭に化けていたのです。そして冷たく言い放ちました。竹千代さんは、あなた様は売られたのでございますよ。一銭関門で。おじい様が、そんなバカなことがあるか。なんと竹千代は義理の関係とはいえ祖父に売り飛ばされてしまったのです。一銭関門とは現在の価値で1億2000万円ほどでしょうか。経済力を握っていた織田家とすれば安い買い物でした。その後竹千代を売った康光ですが、今川家の怒りを買って討伐を受け、あっけなく滅亡しています。そして竹千代は織田家で2年を過ごし、さらに10年を今川義元のもとで過ごしました。しかし永禄3年1560年、
桶狭間で義元が討ち死にしたことを機に晴れて独立を果たすのです。甲斐武田家の人質となった信長の息子、織田勝長。織田信長は大変子だくさんだったことが知られています。他家へ養子にやったり、有力武将の正室として送り込むなど、織田家が勢力を広げていく上で欠かせない駒となりました。五男として生まれた御坊丸も同様です。東美濃の岩村城を領していた遠山家へ養子として送り込まれました。折しも遠山家当主の影藤が亡くなったこともあり、未亡人のお通夜の方はこれを受け入れました。後を継ぐ男子もいませんし、信長の叔母という立場だったからです。ところが元亀3年1572年、武田家の重臣秋山虎重が軍勢を率いて東美濃へ乗り込んできます。信長は援軍を出せず、岩村城は窮地に陥りました。やがて武田派の家臣が降伏したことで城は降伏し、御坊丸は囚われの身となります。和議の条件としてお通夜の方は虎重の妻となり、御坊丸は甲府へ人質として送られることになりました。その事実を聞いた信長は周囲の者が恐れおののくほど激怒したといいます。甲府での御坊丸の生活がどのようなものだったのか明らかではありませんが、人質になっている間に元服を遂げ、織田源三郎という名が資料で伺えます。一般的には勝長という名で呼ばれていますね。武田信玄の養子になったという説もあるようですが、信玄の後を継いだ勝頼は勝長にある期待をかけていました。それが信長と和解するための仲介役です。天正3年1575年、長篠の戦いで惨敗を喫した勝頼はやがて織田と徳川による攻勢にさらされます。強気だった勝頼も信長と和解しなければ武田家が生き残れないことに気づいたのでしょう。勝長は信長の実子ゆえ無下には住まい、織田家へ返すことできっと和睦の橋渡しとなろう。勝頼はこう考え、信長との和睦を試みます。そして天正9年1581年、人質の身から解放された勝長は安土へ送られ、信長と対面するのです。そなたには長年にわたって苦労をかけた、ゆるりと過ごすがよい。兄勝頼から和議の話が来ているかと存じますが。その話だが、わしは和議を黙殺することにした。もはや武田も風前の灯火じゃ。今さら勝頼に情けをかけることもなかろう。しかし私は武田と織田の橋渡しをするために戻ってきました。ご再考くださりませ。それはできぬ相談じゃ。いずれ近いうちに武田を攻めるゆえ、そなたは信忠の与力として加われ。勝長は犬山城主を任され、翌年には甲州攻めにおいて織田信忠の軍勢に従軍します。そして信濃から神津へと転戦し、武田家旧臣たちの降伏を仲介したといいます。しかし織田の一門衆としてこれからという時に悲しい運命を迎えるのです。天正10年1582年、本能寺の変が起こった時、勝長は兄信忠と行動を共にしていました。そして押し寄せた明智光秀の軍勢を相手に戦い、奮戦するも討ち死にを遂げてしまったのです。ちなみに勝長の嫡男勝義は織田信勝に仕え、子孫は加賀藩士として存続していったようです。人質時代は不遇だった、それとも幸運だった。真田信繁。誰もが知る武将でファンが多いといえば真田信繁は外せないところですよね。しかし信繁の前半生は華々しいものではなく、人質として過ごした期間がとてつもなく長いのです。また次々にたらい回しにされたようで、まさに実家が生き残るための道具扱いでした。信繁が生まれたのは永禄10年
1567年とされていますが、その頃の真田家は武田信玄に臣従しており、信繁は人質として甲府にいました。すでに真田家は不大格となっていますから、人質でありながら教育を受けさせるという側面があったのでしょう。天正10年1582年に武田家が滅亡するに及んで、信繁は実家に帰されました。しかし織田家の武将滝川一益に従った父正幸でしたが、北条との決戦で敗れてしまいます。一益は地元の伊勢へ戻ることを希望しますが、行く手には信濃の支配権を狙う木曽義政が立ちはだかっていました。そこで正幸は一計を案じるのです。木曽殿の領地を通過する許しを得たい。我が息子信繁並びに与田安国殿を人質として差し出そう。人質を出すことで無事に木曽領の通過を提案したのです。義政としてもことを構えることはよしとしなかったようです。人質として送られた信繁でしたが、やがて義政が徳川に臣従したことで解放されたといいます。しかし本能寺で信長が亡くなったことにより、信濃一帯は軍友たちの狩り場となっていました。やがて正幸は徳川家康と敵対するようになります。とはいえ真田のような弱小勢力では徳川や北条といった強い大名に対抗する術を持ちません。そこで正幸が頼ったのが越後の上杉景勝です。しかし正幸は上杉を一度裏切った経緯があるため、何らかの形で誠意を示すほかありません。そこで信繁がまたしても人質として景勝のもとへ送られるのです。まさに人質要員と言ってもいい存在ですが、これも全ては家のため。信繁は快く承諾して春日山城へ向かったといいます。一方父正幸は上杉をはるかにしのぐパトロンを見つけていました。それが豊臣秀吉です。正幸は心中の証として人質要員と化していた信繁を大阪城に送るのです。おそらく景勝とは何らかの話がついていたのでしょう。上杉とトラブルになることなく大阪へ赴いています。これまで不遇の人質生活を送っていた信繁でしたが、秀吉の人質となったことで運が開けました。信繁の器量、性格、武勇を気に入ったのでしょう。秀吉は大馬回り衆として信繁を抜擢し、さらに側近として仕えさせました。さすがは真田阿波守の息子じゃ。これからもわしのそばで励むがよい。秀吉の側近となることで様々な人脈もできていきます。石田三成や大谷義次らと関係が深くなり、やがて切っても切れない間柄となります。文禄元年1592年には秀吉から2万石近い領地を与えられています。これはもう立派な大名クラスですし、人質としては相応な待遇でした。秀吉は信繁のことを人質と考えておらず、自らの直臣として認識していたのでしょう。おそらく信繁は秀吉から受けた恩を一生忘れなかったのではないでしょうか。そして生涯における最後の場面において、秀吉の維持、秀頼のために身命を賭して活躍するのです。兄と共に決死の脱出劇、後に津山藩祖となった末っ子森忠政、信長の重臣として仕えてきた森家は非常に不運な家だったと言えるでしょう。父義成、長男義高が朝倉軍と戦って相次いで討ち死にし、乱丸、暴丸、力丸で知られる成俊、長高、長氏は本能寺の変で主君と運命を共にしました。そして残された肉親は次男の長吉と末っ子の忠政のみだったといいます。忠政もまた信長の小姓として仕えていたものの、荒い気性だったがゆえに実家へ返されていました。そのおかげで命が助かっていたのです。やがて織田家中で急速に頭角を現してきたのが羽柴秀吉でした。すでに家督を継いでいた長吉は秀吉に味方することを決断しますが、忠政の身柄は岐阜城の織田信孝が預かっていました。信孝と柴田勝家は秀吉と対立していたため、
敵地で人質になったも同然だったのです。忠政が岐阜城にいればいずれ殺されるやもしれぬ。もうこれ以上身内を失いたくない。長吉は思い悩みますが、いかにも豪遊でならす長吉らしい方法を考えついたのです。そうだ、いっそのこと岐阜城へ行って取り戻せばよい。思い立ったが吉日、早速長吉はわずかな人数を率いて岐阜城へやってきます。そして夜陰に乗じて城内へ侵入を果たしました。そして事前に下調べしていた通り、忠政の居場所を突き止めました。兄上、よう来てくれました。しかし城は監視の目が厳しく抜けられそうもありません。なあに案ずるな、わしに良い考えがある。長吉は監視の兵をかいくぐって崖の上までやってきました。そして忠政に言いつけます。ここから先は兵が多くてさすがに通れぬ。そなたはこの崖から飛び降りるのだ。え、ここからでございますか。そうだ、何を臆することがあろうか。忠政が崖下を覗き込むと、まさに漆黒の闇です。高さはおそらく10間、約20メートルほどでしょうか。そこを飛び降りろというのです。おそらく骨折は免れないでしょう。命を落とす可能性すらあります。思わず息を呑んだ忠政でしたが、命を懸けて救いに来てくれた兄のため意を決して飛び降りました。落下していく間、強い衝撃を覚悟した忠政でしたが、待ち構えていたのは柔らかい感触でした。忠政が、あれ?とよく見ると布団が何枚も敷いているではありませんか。長吉は事前に準備をした上で忠政を無事に逃がそうとしたわけです。こうして脱出した忠政でしたが、またしても不幸が訪れました。長久手の戦いにおいて長吉が討ち死にし、とうとう兄弟は忠政一人となってしまったのです。そこで豊臣秀吉は忠政に森家の給料をあてがい、家督を継がせました。兄たちの犠牲があった上に自分がいる。忠政は生涯忘れなかったはずでしょう。やがて江戸時代となり、津山藩の初代藩主となった忠政ですが、最後まで肉親には恵まれなかったようです。所長氏の重政は26歳の若さで亡くなり、虎松も11歳で夭折しました。また嫡男の忠広も30歳で病死したのです。一説には忠政が領内で悪政を敷いたことの因果応報ではないかという伝承もあるようですね。